日本代表を陰から支える日本サッカー協会の会長であり、自身もサッカー選手として活躍した田島幸三会長。今回はそんな田島会長に関する50の面白いエピソードを紹介します。今年8月に開催された女子サッカーワールドカップ、なでしこジャパンはベスト8という輝かしい結果を残した。この成績を受け、田島は31年35年に開催予定の女子ワールドカップを日本で開催したいとメディアで伝えた。その時の大会を取れるようにしたいと思いますねとトロフィーダッシュを熱望した。好成績を残したなでしこジャパンだが、実は開催直前まで日本のテレビ局では放送されない可能性があった。女子サッカーの人気の低迷により高い放映権料が足かせとなっていたようだ。協会ではなくテレビ局が直接話し合っているようで、放映されるかどうかわからないことには本当に大きな懸念を抱いていると危機感を抱いていた。女子サッカーがベスト8の好成績を残したが、男子日本代表は未だ8強の地に到達できていない。ネットでは責任を取るべきとの声があり、田島の退任を望む声がたびたび上がっている。2016年から会長に就任しており、8年目に突入する長期期間に新しい風を呼び込みたい意見もあるようだ。2022年カタールワールドカップのアジア最終予選に臨んだサッカー日本代表。しかし大方の予想に反して日本代表は大苦戦をする。格下のサウジアラビアに敗北し、元日本代表の内田篤人も厳しい言葉を現役選手にかけるほど。その後、責任を取るために田島は任期を終え退任するのではとの声があったが、まさかの会合一致で会長再任となった。まあホームでのね、勝ち点3っていうのは欲しいところなんですけど、この一連の流れに反応したのが元日本代表の本田圭佑だ。自身の YouTube チャンネルにてこの再任についての意見を視聴者に聞かれた本田は、周りがいないんでしょう、公認にふさわしい人が出てきて初めてと田島への信頼をあらわにした。代わりがいないんでしょう。続けて本田は田島会長について語った。田島さん自身はリスペクトしてますし、お世話にもなっている、長い間一緒に日本代表を背負ったと本田自身が活躍し日本中に感動と衝撃を与えた裏では、共に日本サッカーを支えた田島の存在も忘れてはならない。田島自身も解任を望む声は耳に入っているようだ。しかしそれら批判的な声は覚悟の上で会長職をしている。自身著作の書籍は批判覚悟のリーダーシップ、日本サッカーを支え変えていくためには批判をも原動力に変えて挑んでいるようだ。そんな長期にわたり日本サッカーを支える田島、奥さんの土井美智子さんもなんとサッカーに関わる仕事をしている。奥様は FIFA の医学委員会委員、さらには女子委員会委員を務めている。それだけでなく日本サッカー協会ではスポーツ医学委員も兼任しており、なんと3つも掛け持つスーパーウーマンだ。そんな二人の間の子供もサッカーをやっており、なんと海外クラブに所属していた経験もある。息子の田島凛太郎さんは慶応義塾大学1年の時に休学し、オランダのプロリーグエールディビジフェーフェーフェンロに移籍してプロデビュー。最初はアマチュア契約だったものの、その後プロ契約を獲得している。2021年の東京オリンピックをめぐる汚職、談合などで逮捕者が相次いだ大手広告会社の電通。この電通と長らく関係があった日本サッカー協会は、この事件に関係しているのではという声が上がった。しかし田島はちゃんとスタンスを取って付き合っていくと厳格な姿勢でサッカーファンを安心させた。サッカー系 YouTuber のレオザフットボールが田島に関する裏話を大暴露。代表合宿場に顔を出した田島、どうしたら日本サッカーが盛り上がるかと選手に意見を求めたという。日本のサッカー人気のため現役選手に意見を求めるというなんとも活発的な活動だ。その質問をされた選手たちは何と答えたらいいか分からず黙っていたという。そんな中、3つ改善案を挙げたのが堂安律だ。その言動や容姿、立ち振る舞いから元日本代表の本田圭佑とよく比較される堂安だが、物怖じしないところも往年の先輩選手にそっくりだ。リトル本田、田島は若い頃サッカーだけではなく勉強にも励んでいた。中学校時代は学校トップの成績を収めていたという。通っていた高校は埼玉市立浦和南高校、偏差値はなんと62もある進学校だ。浦和南高校のサッカー部に所属していた田島は高校3年生時に高校選手権に出場しており、優勝を収めている。輝かしい成績だが、当時プロチームがなかったためサッカー選手になろうとは思わず、教員になるため大学に進学した。ちなみに田島が通った大学は筑波大学。筑波大学といえば今日本だけではなく世界で注目を浴びている三笘薫の出身大学も筑波大学だ。三笘以外の日本代表の選手も筑波大学出身者が多くいる。現在も過去も多くのスターを輩出した名門大学だ。大学でもサッカーを続けていた田島は大学4年生の時に当時の日本代表監督の目に留まることになる。日本代表に抜擢された後、実業団の古川電工に所属することになる。ちなみに古川電工は後に J リーグクラブになる。現在のジェフユナイテッド千葉だ。実業団古川電工所属時代、同期には元日本代表監督の岡田武さんがいた。現在監督業はしておらず、日本サッカー協会の副会長に就任している。実業団時代の同期が同じ協会に所属し日本サッカー界を支えているのはなんともドラマチックだ。
実業団時代はその見た目からあまり感情的にならないようなタイプで文武両道であるというのが周囲の評判だったようだ。しかしそんな田島も日本代表の監督を務めていたハリル・ホジッチ監督を解任した際は田島会長自身の独断と決断を強行したと言われており、周囲からの評判があまり良くなかった時期もあるようだ。ロシアワールドカップの直前に解任したこともあり、物議を醸した解任劇。田島は試合に勝った負けたで構想するわけではない、皆様のご意見があったから決めているわけでもない、選手との信頼関係が多少薄れてきたと解任理由を説明した。この解任についてネット上では、このタイミングはどうなのよ、理由にも理解ができへん、誰がやっても同じ監督問題じゃないでしょうとかなり厳しい言葉が流れたが、結果この解任を経た日本代表はベスト16に進出し名誉挽回ができた。この解任劇には日本だけでなく世界中からも批判を浴びた。ハリル・ホジッチの母国であるフランスメディアのフランスフットボールは無情だと両断。決断を下した田島は日本だけでなく世界からも注目されることになった。田島は海外でサッカーを学んだ時期がある。3年にわたりドイツのバイヤー・レバークーゼンという名門でコーチの研修を受けていた。ちなみにこのクラブは現在もドイツブンデスリーガで躍進を見せており、監督はレアル・マドリードで活躍したシャビ・アロンソだ。東京大学で講演を行った田島、その講演に使ったパワーポイントがクオリティが残念だと話題になった。日本のスカウティングや相手のコンディション次第では番狂わせを起こせる可能性はあると考えていると資料を元に説明したが、一見ではなんだか分かりにくい資料だ。ワールドカップ出場を決めた際、田島はここまで森保監督を信頼し、信じてここまでサポートできたことを本当に良かったと思っていると強調した。批判されていた森保監督だが、カタールワールドカップで結果を残したことで次のワールドカップに向けて森保監督の続投を発表している。日本の永遠のライバルである韓国代表、韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督はメディアに向けて日本と毎週でも試合をしたいと熱い心境を語った。これを受けて田島は、これからどんどん予選が始まっていく中でフレンドリーマッチでそういうところとやれる日があるのか自分の中では思いつかないと冷静な姿勢だった。サッカー協会のトップに君臨する田島、そんな田島の年収は3000万円にも上ると言われているが、あくまで噂の収入だ。田島は公約として役員報酬の公開を挙げてたのだが、未だに実現されていないようだ。田島の選手引退はかなり早かった。3年間の選手人生で25歳という若さで選手を引退した。決してクビにされたわけでもなく、引退理由は日本代表落選によるモチベーション低下と実力があるがゆえのまさかの理由だ。2026年のワールドカップまで契約を延長した森保監督、田島は世界的に見ても恥ずかしくない額で契約することになりましたとメディアに報告。史上初のベスト8進出を目指す日本代表のために好条件で契約を持ちかけたようだ。これを受けてサッカー系 YouTuber のレオザフットボールが自身の配信で、恥ずかしい額って何なんだと笑いながら自身の意見を述べた。また森保さん以下の給料でやっている監督たちは恥ずかしいってことになるんかって話もなるしねと客観的な観点から田島の発言をつついた。さらに田島についての意見を求められたレオザフットボールは、田島さんに関してはもう本当に政治が得意なおじいちゃんだからねと発言。巧みな人脈と培われた行動力で日本サッカー協会を牽引する田島、なんとも分かりやすい表現だ。野球の国際大会ワールドベースボールクラシックで優勝を成し遂げた侍ジャパン、監督を務めた栗山英樹監督を、田島はうちの森保監督もそうだけど選手とのコミュニケーションをしっかりと取っている新しい監督のタイプなんだろうなと思った、彼のやり方を見ていてと違うスポーツでも同じ日本を支えた監督を称えた。続けて今のサッカー界に対しても意見を述べた。野球はエムバペ、メッシクラスがいるわけでしょ、アメリカにも日本にも、日本もそうなっていかなきゃもっとやらなければいけないことがたくさんあると自国のレベルアップが必須であると語った。世界への挑戦という意志は代表選手が一番強く持っている。カタールワールドカップの第一戦、ドイツとの試合で劇的な勝利を挙げ、日本中を感動に包んだ。田島は選手について踏ん張りが効いているなとすごく感じました。僕だけが一人ビク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 してましたけど、とかなり不安に感染していたようだ。ドイツ戦勝利後、みんな明日ちゃんと学校に行ってサッカーの話をしてくれよと、サージみたいに休みにはしないで学校で話をしてほしい、今日の話をと田島は話した。どんな時もサッカーの普及のことを何より考えているようだ。ハリル・ホジッチが監督をしていた時、代表のエースだった香川真司はパフォーマンスの低下という理由で代表選考から外れていた。フランスで親善試合をする際、香川はドイツから356キロも移動し観戦に来たという。田島はスタジアムで観戦し香川と会話をしたという。香川について話はしたと会話の詳細については明かさなかった。嬉しいですね、試合を見に来てくれるのはと感謝の気持ちを口にしている。ネットではハリル・ホジッチの解任を要求していたのではと噂されている。2020年世界で蔓延した新型コロナウイルス、田島も感染したことで批判の的になった。これを受けて元日本代表の遠藤康人は、世界を飛び回っている方なのでそれだけリスクはあると思うと長年共に日本サッカーを支えた田島の多忙をねぎらった。
カタールワールドカップでベスト16進出に貢献した日本代表のキャプテン吉田麻也。敗退後、自身の今後の代表活動について消極的だったが、とりあえずいろいろ考えずにやれと言われましたと、田島から続投要請があったことを明かした。2026年開催の北中米ワールドカップ、日本はいよいよ出場をかけた二次予選に出場する。日本代表はシリア、北朝鮮と同じ B 組に入っている。政情不安な国々でのアウェーゲーム開催に懸念の声が上がっていた。田島はそれなりの問題を抱える国と一緒になったと思うと本音をポロリ。元日本代表監督のハリル・ホチッチが、政治が決めることもあればビジネスが決めることもある、例えば日本ではビジネスが物事を決めたんだと発言したことで、サッカー日本代表の選考にスポンサーが絡んでいる噂に信憑性が増した。しかし田島はハリル・ホチッチの発言を否定。数多くの日本人選手が所属した経歴があるドイツのブンデスリーガ、遠藤航、岡崎慎司、原口元気、酒井豪徳、伊藤洋樹なども所属したシュツットガルトの代表が田島の元を訪問。スポンサーシップ、パートナー活動を含む話し合いを行い、日本が世界に進出するための足がかりとなった。世界進出だけでなく、日本の J リーグ人気回復にも尽力している。高知ユナイテッド SC という J リーグ進出を目指しているクラブの関係者とも意見交換を行うなど、地方クラブにも目を向け、日本のサッカー全体のレベルを上げようとしている。若くして病によりこの世を去った松田直樹、日本を代表するディフェンダーに、当時副会長だった田島はスケールの大きい選手で、トルシエに反発しながらしっかりレギュラーを取ってワールドカップに出た。彼の独特の個性は日本にはないもので、世界に通用する選手だったと松田に最大の賛辞を送っている。カタールワールドカップにおいて2大会連続決勝トーナメント進出を決めた日本代表。日本は1位通過で、トーナメント進出時には岸田文雄総理からも祝福の電話があったようだ。国民が喜んでいるので次も頑張ってほしいと言われたと対話の内容を明かした。しかし森保監督とはもっと長く話していたと、監督には一層の言葉があったようだ。カタールワールドカップの第3戦は、どのチームも決勝トーナメントに進出できる可能性があった。打試合の状況により、様々な戦術を使った日本に対し、ジェットコースターのような感じだった、と、見ていた田島もハラハラだったようだ。日本サッカー協会は2050年までに FIFA ワールドカップで優勝すると公約を掲げている。会長の田島もこの公約のために尽力している。世界のクラブとのパートナーシップ締結や地方 J クラブへの発展など、様々な行動はこのためだ。全国の指導者やサッカー関係者と共有し、ユース年代をはじめとする各カテゴリーに広く浸透させていきますと、プロだけでなく育成年代も重要と語る。さらにはなでしこジャパンを再び世界トップへと押し上げるために、中高生年代の競技会を整備することも重要な課題ですと、一度ワールドカップ優勝したなでしこジャパンにも最大の助力をしていくようだ。そんな強い日本代表を作るため、時には厳格な対応も求められる。浦和レッズが名古屋グランパスと対戦した際、0対3の敗戦後に数十人規模の浦和サポーターが暴走、立ち入り禁止エリアに侵入したり、相手サポーターの元に突進するなど、警察も指導する騒ぎに J リーグを含めてクラブも含めて、我々はしっかりと回答しなければいけないと思っていると遺憾の様子。浦和レッズの本部長は、双方で暴力行為はなかったと説明していた。しかし田島は、手を出していないからそれは暴力じゃないと言えるのか、集団的に威圧するようなことがどれだけ人を恐怖に陥れることなのかと、被害者を守りクラブに責任を取らせる厳格な姿勢。ベスト8に入るのは生半可ではないぞと教えてくれたと、今までのワールドカップの教訓を振り返る田島。世界的に見ても徐々に実力をつけていくサッカー日本代表、これからワールドカップを制覇するためにも、選手だけでなくサッカー協会の尽力も欠かせない。というわけで今回は田島幸三にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。